はい、どうも皆さんこんにちは。で、今回はですね、パズドラ Z やっていきたいと思います。 Let's go。 で、今回も絵馬をやっていこう。今回はね、コロコロコミック第3弾のね、絵馬だね。いくか。で、これコロコロの絵馬3、まあ3か、まああんま考えないでいこうと思ってるんだけど、まあ大丈夫だよね。で、コロコロダンジョン3、コロコロワールドと繋がっている巷で話題沸騰中のダンジョン、上級ステージ。なんかどんどん上がってない？ってことは、コロコロダンジョン4は超級とか？ま、行こう。ま、パーティーはこれで行こうかな。チームはね。さあ、やっていこう。てか、マップめっちゃ VS 多いな。で、まずはコロドラゴン。で、ちなみに、これはね、月刊コロコロコミックの、2014年4月号の付録らしい。じゃあ、やっていこう。てか、なんか BGM 毎回同じだね。青、水、いけた。OK。どうだ、上級は HP 少しは、あ、高くはなってるね。さあ、コロドラゴンまたか。まあ、これはもうパパッといこうかな。まあ、そのパパッといけるかどうかだよね。まあ、いけるかな。あ、ナイス。で、これはね、右行こうかな。多分これ初めて見せたんじゃない、ここのなんか行く場所。まあ主にその VS とかやりたいんだけど、なんかコロドラゴン多いな。お、いいじゃん、急コンボ。これは多分1体ぐらい落ちそうな気がする。落ちない。さあ VS 遠流コロドラゴン、これ持ってた気がする。まあまあいいね。さあどうだ。うん、まあこんなもんだよね。いや、もうコロドラゴン多い、本当多いな。さあ、バイバイの時間だ。お、落ちた。コロドラゴン。で、VS。あー、これ前回ゲットしたよね。蒼龍のコロドラゴンだっけ。で、炎龍コロドラゴンね。じゃあ多分炎龍持ってるな。なんか覚えてるもん。エッグ解析した覚えが。ナイス。さあ、コロドラゴン4体。OK。これも普通に突破だな。で、VS。お、え、新しい。ゾンビ行くんだって。さあ、ゾンビ君の攻撃はこれ。1100か。まあ行くか。そんな多分コンボはできないけど。じゃあ行きまーす。さあどうだ。7コンボ。お、来た。8コンボか。誰も落ちないな、8コンボでは。落ちたら奇跡。ああ、落ちない。で、ボス戦前。コロドラゴン。オッケー、倒せた。で、ボス戦。え、俺、何これ。幼虫ゾンビ？幼虫ゾンビくんだって。まあ、こんな感じだよね。1、1、1。3ダメージ。さて、一応ね、できたんだよね。1、2、3、4。5、6、7、8コンボはね、確定。でできるから、まやってみるか。お、いいぞ。これどうだ。まあ確率だからな。来た。よし。あ、うわ、チップか。
ゾゾゾチップ。またちょっとゾンビ行くよね。ちょっと頑張って撮りたいね。なんか落ちたんだけど。コロコロチップ。さあ来た、ゾンビーくん。落ちてくれ、頼む。よし、できた。1、2、3、4、5、6、7、8。8コンボ。さあ、これでどうだ、頼む。うわ、8コンボ。落ちないよね。で、ボス戦。まあ、チップは落ちるってことは分かったんだよね。で、整理はできて、1、2、3、4、5、6、7、8コンボ。なんか8コンボが多いな。さあ、どうだ、頼む。落ちてくれ。落ちない。なんで。うわー、落ちないか。厳しいな。まあクリア。龍石とか集まったかな。86個。お、俺龍石70個達成。重力の札か、5枚。おお、86個龍石を持っています。ありがとうございます。龍石80個達成で、カラドラの札ダブル Z。 次は稲妻の札か。はい、ということで一応今回ですね、コロコロのエマスさんをやったんですけど、いやー、まあ、2回しか行ってないんだけど、まあ、ゾンビーくん獲得ならず。チップはゲットしたけどね。うわー、結構むずいな。コロコロのエマ4、多分超級ステージだと思うんだよね。まあ、次回やりたいと思います。ってことで、最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画が少しもあったらぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ってことで、バイ。